これリンゴのパンがないんだけど、どうなってるの？あのパンでしたらもう入荷をやめてしまいまして。は？何勝手にやめちゃってんの？俺あのパンちょいちょい買いに来てんだよ。なんとかしろよそれ。なんとか。いやだから他の店行って買ってくるとかさ、やりようあんだろ。この辺スーパーだってあんだから。どっか行って調達してこいよ。お前お客さん神様なんだからさ、もうちょっと努力しろよ。私は神様だとわがままを言うクレーム客ですが、次の瞬間男性を黙らせる救世主が。すげえ、神様だって。あなた神様なんですか？ああそうだよ、神様だよ。お客様は神様ですって言葉お前ら知らないのか？神様お願いします。今日の夜ご飯カレーにしてください。神様お願いします、新しい自転車が欲しいです。いやそんなご両親に。神様お願いします、算数の宿題を減らしてください。声が大きいよ。神様お願いします。あのパンはもういいっす。神様。神様は足早にお帰りになられました。バスの優先席横取りおばさん。朝から体調が悪く優先席に座らせてもらっていた時のこと。見たところ元気そうな方だったのでそのまま座っていたのですが。ちょっとあんたさ、なんで優先席に座ってんの？あ、すいません、ちょっと体調悪くて。ちょっと体調が悪いからって、若いんだから大丈夫でしょう。ほらさっさと譲ってよ。私ね、それと一緒なのよ。どれ？太ってるから妊婦と一緒で立ってると膝に負担がかかるのよ。だから私立ってると膝痛めるっつってんの。ほらさっさと変わりなさいよ。そんなに太っているわけでもないのに、めちゃくちゃな理屈で席を譲れと迫ってくる女性に、このあとまさかの展開が。じゃあその席私に譲ってください。あら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 、こんな華奢な体で太って。無料サービスを悪用する男。私がバイトするうどん屋ではランチに限りうどんを注文してくださる方に無料でお稲荷さんを2つサービスしているのですが。エビさん面白い人だ。プライベート。うどんを買わずに無料のお稲荷さんだけを食べ始めるとんでもないおじさんが現れたのです。エビさん。うわすごいな。お客様、うどんはご注文いただいているでしょうか？うどんはもう腹いっぱいになったからもういいや。いや、こちらはうどんを注文してもらった方のみのサービスでして。でもあんなにたくさんあるんだからいいでしょう。ケチだな。いや、あまりの態度に言葉も出なかったその時でした。はい、おじちゃん、これあげる。どうして？おじちゃん、うどん食べたいけどお金がないから食べられないんでしょ？だから僕の分けてあげる。おじちゃん、本当はお金がないわけじゃないんだよ。ねえ、おじちゃん、今からおじちゃんもうどんを頼もうと思ってたんだ、ちょうど。だからこれは引っ込めといて、おじちゃんうどん頼むからな。バイバイ。純粋なお子さんの優しさに助けられスカッとしました。区長に行きたい男。私は
バスの運転手なのですが、研修中困ったお客様に遭遇しました。あのさ、はい、府中に行きたいんだけど、どのバスに乗ればいいの？府中ですか？いやいや、府中じゃなく府庁だよ。府庁？府庁？もしかして知らないの？府中やろ。申し訳ありません、あいにく府庁という地名は聞いたことがなくて。なんだよ、府庁も知らないの？新人だからって府庁ぐらい知らないで運転手やってちゃダメだよ。はい、申し訳ありません。本当、最近の若いのはダメだね。もっと勉強しなきゃ。府庁という地名は聞いたことがなく、お客様に言われるがままでしたが、この後まさかの展開が。お客様、大変申し訳ありませんが、府庁とはどのような漢字を書くか教えていただけますか？なんだよ、あんたもわからないの？どうしようもねえな、使えねえバス会社だな。ほら、これだよ、府庁。お客様、大変失礼ですが、こちら府庁ではなく、え、麹町ではないでしょうか？はぁ、札が、あ、お札、札、札、あれが確かに麹町難しい、最初はね、麹は難しい。紛らわしい感じですから、お間違いになるのも無理ないです。麹町に行かれるようでしたら、向かいの通りのバス停をご利用ください。どうもありがとうございました。先輩のおかげでとてもスカッとしました。嘘つき難癖男。子供を連れて買い物をしていると、お菓子見てくる。あいだいだだ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 、ごめんなさい。すみません、夏に走っちゃダメでしょ。あんた母親か？母親なら子供くらいちゃんと見とけよ。怪我が治りかけてたのにどうしてくれんだよ。本当にすみません、足大丈夫ですか？謝れば何でも許してもらえると思ったらお間違いなんだよ。あ、痛っ、あ、痛い、これはダメだな、歩けないや。なあ、タクシー代もらえる？わお、タクシー代ですか？しょうがないだろ、歩けないんだから。謝っても許してもらえず、さらにはタクシー代を請求され、従うしかないかと思った次の瞬間。ここで問題。この後嘘つき男に起こった天罰とは？長澤まさみさん、お答えください。なんでしょう、10秒ですよ。早く早く、びっくり、ぼーっとしてたかい？はい、本当に本当、今度なんかもっと大男に足を踏まれる。果たして正解は？この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大げさに痛がり、お金を要求する嘘つき男に、この後スカッとする天罰が。うちの子はすいません。だから謝ればいいってもんじゃない。正解じゃねえか。どちら様ですか？パパ。パパ。パパ。パパさん。はい。この子の父親です。大男出てきた。俺の娘が、あなたの足を踏んだそうで申し訳ない。で、歩けなくてタクシーに乗りたいと。あ、いや、その、じゃあこうしましょう。何するんですか？歩けないよ。なんで？俺がタクシー乗り場まで運びます。本当にすいませんでした。あの、一回降ろしてもらえます？あれ、なんだろう、治ったみたいだ。大丈夫なんで借ります。パパすごい。パパのおかげで何事もなく解決しました。名乗り証明をしてください。